憧れの野球場フェンウェイパークにて大谷翔平選手の試合を観戦しました。球場の様子をお届けします。大谷選手の活躍は別動画にまとめたのでそちらをぜひご覧ください。ここフェンウェイパークは今年で開場111年目を迎えたメジャー最古の球場です。1912年オープン、つまり大正元年、地元のボストン市民に長年愛される球場です。中心街に位置しているので地下鉄で簡単にアクセスが可能、そしてとても小さい。もともと狭かったのを客席を継ぎ足してきたので球場は変則的な形をしています。では入場していきます。長蛇の列が見えますが意外と進みは早かったです。荷物検査します。かなりちっちゃいバッグしか持ち込めないみたいなのでこのビーズのバッグで来ました。ここでチケットをスキャンして入場します。すごい小さい規模が、みんな興奮してる。座席の方に向かいます。この日は外野側の席、試合全体をゆっくり眺めながら楽しみます。グリーンモンスターが隣に見えます。大谷選手もこの日打球を当てた球場左側にそびえ立つ高さ11メートルの壁、グリーンモンスター、フェンウェイパークの名物の一つです。得点ボードは後ろで人が点数の板を変える手動式。ボストニアは古きを大事にするのです。最長飛距離のホームランが飛んでいった座席はレッドローンシートと呼ばれ、この座席のみ赤色になっています。ではフードエリアに行ってみましょう。ピザ、アイスクリーム、フェンウェイフェイバリッツ、このレッドローンズダックが有名なのかな。いろんなビールが売ってるみたいだけど、本当だ、11.5ドル、高いよ。ピーナッツも6ドルぐらいする。カロリーまで書いてくれてる。810ってやばくない？何かけてんの？海外恒例の年齢チェック。 Where's your birthday? 86? Yes. You look young, man. You look younger. I'm the Fenway dog as well. A what?Over there. Food over there. Beer over here. Oh, Otani da. Oh, yo. Ah. That's the helmet popcorn. It's a lot. I can't eat it. American-like mustard, ketchup, kake hōdai. Long hot dog. I bought it.マスタードをかけていきます。おお。他のスペースも探検してみましょう。お手洗いの個室はかなりの数があったので女子でも混雑なし。ボストンほレッドソックス、いいなしてもらおう。フェイスペイントコーナーを見つけて興奮するも、キッズしか並んでいないので残念。控え席の写真コーナー、子供が普通にベンチとして利用。マスコットキャラクターグリーンモンスターくんを見つけたので写真撮影をするよ。座席に戻ってさっきのホットドッグを食べてみます。ポーターにかじられちゃったけどね。そばっかな。そうこうしているうちに選手が出てきました。おある、私の、ちょっと待って待って待って、
試合開始までは音楽タイム。モニターに映し出された人はダンスをしなきゃいけないルール。湧いてる。どの辺が映ってるか分かるぐらい歓声が聞こえる。ついに試合開始のファンファーレ。As we welcome you to Fenway, we also welcome you to our Cinco de Mayo celebrations at the ballpark. The game started. I thought, but today, how do you support the other team? Really, sir? でもボストンに来たんだよ、せっかく。頑張れ。今日は大谷さんの応援する、やっぱり。大谷さんの応援団。違うの？あれ、そっか。あ、そっか、間違えちゃった。そろそろお酒飲みます。白ワイン、このちっちゃさで11ドル、1300円くらい。酒を見ながら飲むお酒、美味しい。ビールは飲めないけど、810キロカロリーのピーナッツらしいです。ちょっと眠気消えてる。消えてる、うん、確かに。先生がリンゴを子供たちに。やったのにこっちまで来ない。なんかこの辺でウェーブが始まってて、正直もうあの辺になるとウェーブの波が途絶えちゃうんだけど、そもそも私たちの席はグリーンモンスター越しにあるから絶対にウェーブが届かない。わー、分かんないやってんだから。ちなみにちょこっと映ってるこのネオンサイン、アメリカ独立に尽力したジョン・ハンコックというボストニアの名前です。同じくアメリカ建国の父にちなんで名付けられたボストン初のビール、サミュエル・アダムスの広告も。ニューバランスもボストン発祥です。もうボストンファンの皆さんは帰り始めております。座席側まで回ってみました。すごい近い。全然違う。グッズ、グリーンも
awesome man。 確かこのウィークとかボストンの方言$40。お土産に最適の赤い靴下。試合中に食べた美味しくない名物ホットドッグのワンちゃんのおもちゃ。球場がモチーフのプレートもたくさんの種類がありました。また変なものを欲しがってる。でもこれさ、つけてる人いたね。ピンクのかわいい。どうでしょう、普通にかぶってても変じゃないのか。どうなんだろう。キャップ売り場がカラフルでめっちゃかわいいの。ロブスター、赤いキラキラ靴下、船、ミントグリーン、ピンクの刺繍、すごいかわいい。え、これもありじゃない。どう、なんかお姉さんがかぶってたバケットもかわいい。すごいかわいいバケット、帽子を早速買ってしまった。引っ越ししたばっかで物を増やさないと使ったのに。ボストンでいっぱいかぶります。ボストン市民に愛されるフェンウェイパーク。この動画でフェンウェイパークの魅力が少しでも伝わったら嬉しいです。面白かったらいいねしてください。それではさようなら。